決勝戦の目的は太白に感染したアイダの除去だ。タイトルマッチが終われば榊がどんな難癖つけてくるかわからねえが、気に病んでても仕方ねえ。とにかく今俺たちにできることをしようぜ。はい。時間だ、行くぞ。感染者との戦いは俺たちの生死に直結する。気は抜けない。来たか、死の恐怖。榊さん、こんなことは間違っています。すぐにやめてください。今の榊さんはシステム権限という力に溺れています。そんなの。ここは議論の場ではない、闘争の場、アリーナだ。さあ太白よ、馳せをその魔剣のサビにしてしまえ。縁様の前で無様に這いずり回らせたるわ。べっちょべちょに泣かせながらな。お前たちが出る幕はない。至高の竜研究に挑めるのは真の力を知る者だけ。ハセオ、お前はこの剣の力にどう応える？さあハセオに死へのゴングを鳴らせ。それでは試合開始です。こいつ、ボルドーや天狼の時とは違う。あの魔剣を、アイダを使いこなしてる。何をしている太白。憎しみをたぎらせろ、怒りをぶちまけろ。アイダに心を委ねるのだ。そうすればお前は負けない。永遠に竜研究の王者として。黙れ。何？元よりチャンピオンの座などに執着はない。私はただこの剣がこの世界で最も美しい。この力さえあれば。太白、その負けを晴らせ。任せろ。
やばい、アイダリン。役立たずめ。まあいい、どうせハセオは虫の息だ。やはり最後の主役はこの私だ。この榊の剣で地獄に送ってやる。させるか。ハセオさん。ふん、邪魔虫が。これで助けはなくなったわけだ。くそ。くたばれ、ハセオ。なんで、エイ様。君を狙うチャンスを伺っていた。様、私に従ったふりを。僕が長谷を裏切るわけないじゃないか。そんな、それやったらうちは、うちのことは。君の不幸は、罪が君の前に現れたこと。その意味では君に非はない。だけど罪に身を委ねたのは君の非だ。エンジナス、下がれ。これは。私を怒らせずにはいられないようだな。気分使いという人種は。間に身も心も委ねたのか、あの野郎。素晴らしい、これが榊だ。ザ・ワールドの神だ。天に翼する愚か者よ、その PC ごと貴
様らの精神を引き裂いてやる。エンデュランス。何、ハセオ。アバターを力を貸してくれ。君の望むままに。榊とはここで決着をつける。忘れるなよ。私たちはいつだってつながってます。距離や場所なんて関係ない。この思いはどんなものにも断ち切れない。受け取れ、ハセオ。俺は、私は、俺は、僕はここにいる。
そんなバカな嘘だ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 。エンデュランス、榊を信じさせるには黙っているしかなかったんだ。ごめんね、ハセオ。でも言ったはずだよ。僕の心は君のためにあるって。これは一体どう判断すれば。タイトルマッチの最中、主催者である榊氏が乱入、そして消えた、消えてしまいました。私もはやよく分かっておりませんが、とにかく大白選手を下し、タイトルマッチを制したのはハセオチームだ。ついに3階級制覇を成し遂げました。ハセオ、俺だけど聞こえるか。パイから連絡があった。ヤタを発見したらしい。本当か。それでパイは今どこにいるんだ。レイヴンのアットホームにいる。俺たちも急いで向かおう。私はあんたの言う通りにやったぞ。あんたの脚本通りに演じた。もう一度アイダの指示をくれ。こんな屈辱はもう二度と。おい。おい、なんとか言ったらどうだ。どうやら来たようだな。追跡者、お前の死神が。榊は、榊は、榊は。